はい、これね、仁徳天皇陵の賠償橋もあるんですけどね、ちょっとガイドの方に聞いたんですけど、ちょっとわからんだし。ということは、ここやな、8番、14番、9番、10番、それからこれは番号ないけど、狐山古墳、これ賠償ならんのかな。道亀山古墳、丸山古墳、長山古墳、茶臼山古墳、大安寺山古墳、由比山古墳、塚回り古墳、鏡塚古墳、あ、これ分からんな、ちょっとよ分からんな。なんかないかね、分かるやつは。これは大きいの、乗ってないのもあるかもしれんな、これだな。あ、いいね。あのガイドの方、堺市の、ありがとうございます。お話しちゃった。はい。頑張ってほんなら入れときますんでね、はい、はい、ありがとうございます。見ときます。堺市中のは堺の隣。隣。あの辺古墳あるんですか？え？古墳は。古墳ないですね。堺市。おお、観光バスが来てるぞ。天保公園墳、60メートルだったかな。古墳の方がちょっとね。もう土がなくなってますからね。なんか木が生えてますけど関係ないから関係ないね。ないね。ないですよね。ありませんね。もうそろそろ近いんだけどね、まだでございますか。あ、ここ渡れるのか。これ渡れそうやな。おー、ラッキーラッキー。これ渡ろう。反対側の梅城にはね来てますけど、あ、これか。これが梅城でございますか。いやー、梅城けど何も書いてないで分からへんね。梅城は梅城でございます。これね、これも前方公園になってるのかな。あ、墳頂上がってきましたけど、どうなんですか、形状は。形状はこれ、円墳でございますね。円墳でございましたか。円墳でございますね、間違いなく。これは、おそらくね、これで言うと5番。5番、塚回り古墳、円墳、35m の円墳、高さがそこそこあるんだけどね、10m 未満、ちゃんと残ってるじゃないですか、これね。周りは駐車場になってるな。あ、駐車場ね。看板もぐらいはね、ちょっと支えてくれ。窯立ててくれたらありがたいんだけどね。窯立ってない。おお、光っていくか。あ、だだだ、やっぱり転ぶか。油断大敵やね。滑る。よしよし。これ仁徳天皇陵でございます。高さ10メートルないな、10メートル未満。
看板が全くないね。天皇陵が巨大やから、35メートルあったからね、手にしかならないですね。ね、全長が800メートルぐらいあるんだけど、その中の35メートルいるとね、天だ天。これしか考えられんな、円墳。34メーターの円墳。これでございましたか。ああ、ここは歩いてないな。ちょうど反対側になるからね、あれの側道に比べたらね、これは歩いてない、ここは。中を歩いてるから、一本ね。書いてないね。玄右衛門山古墳。高さが10メートル未満。円墳でおそらく34メーター。ほら、看板が立ってました、これ。さっきは立ってなかったのにね、高さ 5.4 メーター。あらあら、これをさ、ここ。これ、塚回り。で、これ、玄右衛門古墳、これね。玄右衛門古墳でございます。5世紀の中頃、古墳の規模は直径が34メーター。高さ 5.4 メーター。5が、深さ 1.8 メートルの5があったの、2半径。現在地区もね、なるほど。ということは、長山古墳に茶山古墳。これ、大安寺古墳、これがちょっと長いから見られへんねんな。この横やから、入られへんの。どっち行く、あっから出て、はい、なるほど、これから向こう行って。看板立ててくれたら分かったけどね。5.4 メーター。英墳でございますね。次の古墳見ましょうか。